まだ現段階では決定してないですよ。皆さんが動画を見てる頃には決まってるかもですが。ただもう複数の新聞社も報じてますし。まあそうなんだろうな。皆さんこんにちは、はニゃです。本日は2024年1月18日ですね。で、この動画では共産党新委員長誕生の瞬間を皆さんと迎えたいと、まあ別に迎えなくても来ちゃうんだけどね。そこで、 小池晃さんはと思われた方は、ぜひチャンネル登録、高評価をお願いします。また、明日夜11時半からライブをしてますので、興味がある方は、ぜひコメント欄、固定コメントからご参加ください。では、今回の目次はこちらです。では、早速こちらの記事をご覧ください。こちらは、朝日新聞1月18日午前4時の記事ですね。見出しは、共産市委員長が退任の意向、公認に田村氏浮上、初の女性党首ですね。 うん。知ってた。では中身も見ておきましょう。以下一部引用です。共産党の C 和夫委員長69歳が退任する意向であることが分かった。複数の党関係者が明らかにした。同党の委員長が交代すれば2000年11月以来23年ぶり。後任には参院議員の田村智子政策委員長、副委員長58歳の名前が挙がっている。 18日の党大会最終日に幹部人事案が承認される見通しで田村氏が次期委員長となれば同党初の女性党首が誕生する。C 氏は06年に不破鉄道前議長93歳が退任して以降空席だった議長に就任する案がある。C 氏は歴代最長長長すぎるの声も以下略以上ですね。また例えば時事通信も 1>, 1月18日午前8時26分に、速報、共産党の市委員長は退任する意向を固めた。公認は田村智子氏が有力となっている。という見出しの記事を出してますし、まあ、かなり裏の取れた話なんだろうと思いますよね。まあ、朝日の記事を読むと C さんが今度は中央委員会の議長になる案が出てるとありますし、議長といえば共産党の事実上のトップだよね。 C さんが40代で委員長になった際にも、それまで委員長だった不破鉄道士が議長に上がって数年間はってことだし、同じ流れなんでしょうかね。そうするとしばらくの間は委員長といえども C 補助輪が機能してしばらくしてから田村さんが自分で走るのかしら。 にしても、共産党の人事については分かりにくいですよね。それこそ、自民党や立憲民主党、最近で言えば、去年の前原 VS 玉木が記憶に新しい国民民主党も、維新も、みんなトップは代表選挙で選ぶんですよね。ああ、一応社民党もそうなんだけど、あそこは人がいなくて無投票だからな。令和新選組は選挙前から共同代表選に移行するって話で、結局代表選に出た人間ほとんどが共同代表になってるからな。 しかし共産党はそのような代表選を行わないんですよね。こちらは赤旗2023年2月11日の記事ですが、そこでは、 日本共産党は国民に対して責任を得る安定的で民主的な党の指導部体制をどう作るか。100年を超える歴史と教訓を踏まえて最も民主的で合理的な制度を作ってきました。それが今の集団的な指導部体制であり、その選出方法です。具体的には2年または3年の間に1回開かれる党大会で全国から選出された大議員による民主的選挙によって中央委員会を選出します。 その上で中央委員会は、幹部会員、幹部会委員長、幹部会副委員長、初期局長を民主的選挙によって選出しますと語られています。よその政党みたいに代表選挙とかすると、分派ができて揉めるからダメだと。このようなやり方だと分派ができないんだ。そういうことを語ってますね。まあ確かに前原さんは出ていったからな。 ただ、これに対しては疑問の声も少なくない気がします。例えば、毎日新聞1月17日の記事では、共産党は党大会最終日の18日、新指導部人事を決定する。全国から選ばれた党員で作る中央委員会が、党幹部らで作る常任幹部会から提案された名簿を審査し、委員長人事などを決める。ただし、党関係者によると、提案内容が拒否されることはない。以下略。 と、仕組みが形式的なものであって、まともな仕組みかどうか疑わしいという話も党員から出てるというものもありますね。それこそ除名された松竹氏は、党首選挙を主張しましたが、内部で意見を言わずに外部で発表したことが党への攻撃だということで除名されたんですよね。今回の党大会でも松竹氏除名の最新査が議題に上がりましたが、却下されてますね。 で、代表選挙をすると確かに揉めたり、別れたりするわけですが、選挙ごとに組織が生まれ変わるチャンスでもあり、活性化のチャンスでもあるわけで、衰退の意図を辿っていると思われる組織にはいいと思いますけどね。それに、そもそもこの人事について、かなりデキレースっぽい感じもしないではない。 田村氏の委員長路線はかなり前から指摘されてます。それこそ、例えばこちらは、毎日新聞2023年8月16日の記事ですが、見出しは、共産党が若返り準備、田村智子氏を軸に、国田刑事氏らは引退へですね。中身を見ると、共産党が執行部の若返りに向けた準備を加速している。近年は国政選挙の度に議席を減らし、在任期間が20年を超える C ・カ和夫委員長への批判につながっていることが背景にある。 来年1月には4年ぶりとなる党大会を控えており、党幹部人事にも注目が集まっている。共産は6月23日、参院議員の田村智子政策委員長が次期衆院選で比例東京ブロックから倉貝出馬すると発表した。田村氏は安倍晋三元首相の桜を見る会問題の追求で注目された。次世代のエースの一人とされ、翌24日付の機関紙新聞赤旗は、倉貝を一面トップで報じた、以下略ということですね。 民主的な仕組みじゃなく、準備してるじゃんと思うんだけどな。そして本来は委員長の次は初期局長で、その次が副委員長なので、今回田村さんが本当に委員長になると、小池晃氏はどこに行くんだろうという気はしますが、その初期局長も、先ほどの赤旗によれば、民主的選挙により選出されるということですが、これも怪しい。例えば現在は立憲民主党にお世話になってますが、そもそもは名前からしてガチガチの共産党であった有田義夫氏は、 2023年2月9日。あれ俺の去年の誕生日じゃん。その日に、宮本賢治さんが大会前夜に C ・カズさんを初期局長に選んだ。これは不破鉄道さんが証言している事実です。これを当たり前のこととするのかそれともどうかなと思うのかこれも論点の一つですね。なんでこんな大事な時期に除名なのか本音を言えば判断を疑います。とおっしゃる そこに添付されている画像では、1990年の党大会時に C. 和夫氏を説得して、初期局長の就任を引き受けさせた旨、記述があります。どこまでこれが本当かわかりませんし、有田氏も共産党から追い出された人間ですからあれですが、先ほどの田村氏の衆院倶いなんかを考えても、最初から人事はできれいスに見えてしまう。少なくとも外部からはそう見えちゃうのも仕方ないと思うんですよね。 まあそもそも共産党は政権に絡むことがないはずの政党ですし、ある意味変な仕組みで存在していることが日本の国政にとってそこまで影響はないかもしれない。万一政権交代が起こっても共産党は内閣には入らないって言ってますしね。どこまで信用できるか知らんけど。ですから、まあ特殊な組織であり続けることはお好きにどうぞという部分もあるっちゃある。しかしな、やはり国の動きに関係することを考えると無視することもできない。 確かにね、組織のあり方などはその組織で決めちゃえばいいわけで、そこに属する人たちはそれを分かってやってるんだから、外野の私たちがとやかく言う話ではないのかもしれない。ただ、民主的なんだと言いながら、その実態は、その時の権力者が次の後継者を決めているような感じがしちゃうのはな、よそから見ていて大丈夫かよって思うけどね。 まあね、C さんの C 的な判断がどのような結果を結ぶのかってことに関してはね、これから先の話なんでしょうけども、まあ今頃共産党の委員長は決まってるのかしら。皆さんはこの話についていかがお考えでしょうかぜひともね、皆さんの感想、コメント欄でお伝えください。またね、まあこの話、共産党が女性に対してね、重宝してるみたいな話になってるんですけども、実はね、東京の選挙に関して、 共産党が女性を軽視してるじゃないかということを2党夢野さんがね、語った件についてお伝えした動画をこちら側に。また、最近の話題ですけども、共産党の現役の党員さんが顔を出せないかということで、ある意味覆面でね、記者会見をして、現在の共産党のひどいところについて語った件についてお伝えした動画をこちら側にご用意してますので、ご存じない話がある方はね、ぜひともチェックして,てください。では、ぜひともチャンネル登録、高評価もお願いします。次の動画、ライブなどでお会いしましょう。 皆さんの高評価ボタンがこのチャンネルのパワーになりますからよろしくお願いします。では、バイバイ。